さて、また今月も満月の晩が巡ってきたわけだね。山岸、どうだ？はい、確認できています。やはり今回もシャドウの反応があります。そう来なくちゃな。場所は岩戸台の北の外れにある廃屋が並んでる一帯です。ただ反応は10メートル以上の地下から確認されてて、それがちょっと。単に建物に地下があるってことじゃないの？公安部北側には建築時に地下10メートルを申請している建物はありません。ですがずっと以前には陸軍が地下施設を置いていたという記録があります。陸軍？そうなの？彼女にはこの辺りの地形や建築に関する情報が一通り記録されてるんだよ。最も放置していたので最後の更新は10年前だが。10年前であります。更新しようよ。で、結局どう解釈したらいいんだ？詳しいことは実際に行ってみないと。なんとも。戦争の異物か。今回は状況が未だ不透明だ。よって前線を誰にするかは現地へ行ってから決めることにする。了解だ。了解であります。では行こう。これほど身近に本当にこんな場所があるとはな。ターゲット、この辺りのはずなんだけど。お見事です。え、誰？私のルキアには今の今まで何の反応も。お目にかかるのは初めてですね。私の名はタカヤ、こちらはジン。ストレガと我々を呼ぶ者もいます。さて、今日まで皆さんのご活躍陰ながら見させていただきました。聞けば人々を守るための善なる戦いだとか。ですが今夜はそれをやめていただきに来ました。なんだと。お仲間が随分と急に増えたようですね。きっとここが罪深い土地だからでしょう。タルタロスは今宵も美しくそびえている。あんたたち、それと戦いをやめろってのと何の関係があんだよ。簡単なこっちゃ。シャドウや影時間が消えたらこの力かて消えるかもしれん。そんな許されへん。この力、まさかペルソナ使いなのか？もう少し頭を使ってほしいものだ。あなた方は力が消えてもいいのですか？ペルソナは誰もが使える力ではないのです。影時間はその私たちに開かれたテリトリーだ。そして滅びの塔もね。そんな、だから邪魔しようっての？分かってないのはそっちでしょ。シャドウをほっといたらどんなことが起こるか分かんないのよ。シャドウのもたらす災いですか？そんなもの放っておけばいい。災いなど常にあるもの。シャドウでなくとも人が人を襲う。誰がどんな災いに見舞われるかなどどの道分かりはしないのです。それよりもあなた方は気づくべきだ。自身が影時間を知る前よりも今の日々に一層の充実、楽しみを感じていることにね。そうよ、楽しいなんてそんなこと。本当にそうでしょうか？他の方はいかがです？前の退屈な日常を取り戻したいですか？んだと。私、楽しんでなんか。お前らには個人の目的しかあらへん。どいつも本音はそのために戦っとる。お前らの正義はそれを正当化するためのただの言い訳や。そんなん善やない。
ただの偽善や。そんなもんに邪魔されとうない。せいぜいあがきや。くそ、閉じ込められた。きっと大丈夫です。今は見失った目標よりもシャドウのことが先決と思うであります。そうね、冷静さをなくしたら思うツボか。シャドウが動き出しました。今の振動で私たちに気づいたみたいです。よし、本来の目的に戻るぞ。勝てなければ脱出も何もない。先行するメンバーを選んでくれ。戦闘の準備だ。リーダー、仮想に向かって移動しています。後を追ってください。ここは戦時中に使用された施設のようです。ここは戦時中に武器庫として使用されていたみたいですね。このキャタピラ跡、まだ新しいです。もし先ほどのペルソナつく気になるな。ルキアが反応をつかめないなんて。いえ、まずはシャドウですね。お願い。
してます。ここはヤナンス。感謝する。根性であります。まだ気を失ってますね。決断の時です。ペルソナ。急所をつく。ヤナンス。この相手の解析を進めますか。解析完了です。召喚の時です。助かりました。
は壊れた仲間を修復できるようです。すみません、2体同時に撃破してください。お願い。
言ってね。ほとばしれ、いや仕上げだ。はいはい、僕だ。こちらミツルです。目標のシャドウは鎮圧しました。そうか、ご苦労様。戻ってくれていいよ。待ってください。実は今回はそれ以外にも報告すべきことが。作戦中、謎の者たちから妨害を受けました。おそらくペルソナ使いです。ペルソナ使い？しかも一人ではありません。影時間の中に平然と現れ、我々のことも知っているようでした。うん、その相手は何か手がかりになるようなことを言い残さなかったか。そういえば自分たちはストレガと呼ばれていると。ストレガ？うん、なるほどね。調べてみるよ。お願いします。それと実はもう一つ報告が。そのストレガという連中に一杯食わされて閉じ込められてしまって。ああ、わかった。もうシャドウの危険はなくなったわけだし、後で誰か人を送るよ。申し訳ありません。よろしくお願いします。我々以外のペルソナ使い。